どうもすいません。ですね、ちょっとキャプテンウルトラを見ようと思ったらね、たっちゃん先生ですね。まあ、私、先生と呼びたいんですけどね。たっちゃん先生がですね、嘘ついていたっていう動画を見ましてですね、ちょっとさっきも気になってたんですよ。それで、まあ、その動画は、いいんですけど、いいんですけど、嘘つくぐらい。別に人に迷惑かけてないしですね。お金を騙し取ったとかじゃないと思うんですよ。それは別に、誰だって嘘つくからですね。嘘って何を思ってですね。何を思って嘘っていうかですね。嘘の定義ですね。で、ちょっと今回もね、物申したいなと思ってですね。まあそんな、私ごときがですね、なんか人様にですね、なんか言えるとかそういうことではないんですけど、ないんですけれども、そういうことではないんですよ。嘘は別に謝罪してるわけですね。別に誰も傷つけてないしですね。ただ私は信じてたんで まあでも、全部動画見てないからですね。ああ、元気でやってんだなっていう感じですね。で、私はやっぱりね、たっちゃんさんをね、すごい尊敬してるんです、やっぱり。嘘ついてたとしても、まあ、この程度の嘘をね、もっとね、悪いやつがいっぱいいますからね。一番悪いのは何の、日本政府とかね、通貨発行権とかね、そういうのですよ。通貨発行権なんて一番の大嘘ですからね。通貨発行権。そうですよね。利権とかね、原子力発電所は存在しないとかね、そういうの言ってる人もいるしね、私も存在しないと思うんですよ。あとね、いつも言ってる相模原の事件とかね、和歌山カレー事件とか、3億円事件とか、浅間山荘事件とかね、全部嘘ですからね。嘘ですから。全然、たっちゃん先生の嘘なんてね、もう何でもないですよ。明治天皇すり替えね。明治天皇すり替えね。このね、チャンネル名してますよね。明治天皇すり替えに比べたらね、もっともっとありますよ。こんなんね、世界中でありますよ。で、もっと細かい嘘で言うとですね、なんだろうね、女性の化粧とかね、女性の化粧とかね、嘘でしょ、あれね。で、今はね、ゴムマスクとかね、替え玉影武者クローンとかね、いっぱい出てるじゃないですか。ネットに出てますよ。ツイッターに出てますよ。もういくらでも出てますよね。よろしいですか？よろしいですか？それ見てくださいね。いっぱい載ってますからね。ゴムマスクね。それからね、いろいろ、通貨発行権ね。通貨発行権ね。嘘じゃないですね。通貨発行権。権利ですよ。権利。利権ですよ。利権。一番最大の利権ですよ。そういうことなんですよ。で、もっと言うと、モーツァルトの最後の曲はレプティリアンなんですよ。よろしいですか？モーツァルトの最後の曲はレプティリアンなんですよ。これを私何千回も言ってきてるんですけど、モーツァルトの最後の曲はレプティリアンなんですよ。ショパンとロスチャイルドなんですよ。あ、フリーメイソンなんですよ。全然ね、たっちゃん先生のね、嘘なんて全然もう何にも、何にも すみません。でもちょっとショックね。ちょっとショックでしたね。ちょっとショックでしたけどね。まあちょっとですね。全然大したことないですね。私も女性にいっぱい騙されてきましたしね。女性なんてね、男を騙すのが仕事ですからね。違います。いや、これは怒られちゃうね。失言ですね。今の冗談ですからね。私は政治家でも何でもないからね。何言ってもいいんですよ。冗談ですね。女性っていうのは、もうね、もうどんな女性の方もですね、素晴らしい存在なんですね。本当にね、愛を込めてですね、録音させていただきます。本当にそう思っておりますね。仮面ライダー兜ね、仮面ライダー兜のね、天道宗次さんがね、おっしゃってますからね。ね、いろいろね、女性についてはね、おっしゃられてますからね。それとは逆にね、女性は子供を産む機械だとか言ってる、その残ってるんじゃないですか。インターネットに載ってますね。
女性は子供を産む機会とかね、うんうん、だからそういう人もいるしね、うん、でもその人はそうやって思ってるからそういう言葉が出てくるわけですよ、うん、私はそういうふうに思ってないから尊敬してるんでね、でどんな方でもどんな方っていうのもそれも優生思想、優生思想っていうのがね、優生思想って言葉を知ったのはいつかな、優生学ですね、うん、だからこれの言葉を知ってからね、もう本当になんか変わりましたよ、うん、優生思想なんてね、私が生まれた時からその言葉ね全然知らないですね。で今だってね知らない人いっぱいいますよね、優生思想ね、うん、優生思想っていうのもっとそれで優生思想でね調べていただくとねものすごいね話がいっぱい出てきますからね、そんな興味ないですけどね私はね、うん、でたっちゃん先生にですねちょっと物申したいんですけど、別に何かしてくださいとかそういうことじゃないんですけどね、まずねこれをもうなんかいつも言ってるんですけども病気の話ですね、うん、病気じゃないと思いますよ、うん、誰でもね、うん、そのままでいいわけですよ。で FX で、うん、一発逆転、あそんなのやめた方がいいと思いますね。それはね本当にやめた方がいいと思いますよ私はね、まあいいですけどね、いいですけどねやっていいと思いますけど、うん、私はねやんないでほしいなって思います。何にもやんなくていいんじゃないのかなって。逆転すなんて逆転なんてする必要ないんですよ。もう十分ねたっちゃん様はね多くの方から愛されて尊敬されてんですよ。よろしいですかね、うん、これねこれ本当に私は心の底からそう思うんですよ、うん、私はそうその一人ですね。わかりますでしょうかね。だからそういう意味です。はい、FX とかね、何ですか、まあ、そんなんで、ホストって言ってたんで、ホストやってもいいですけどね、そんなのやんなくていいと思いますよ。うん、大変。やってないから分かんないと、私もやったこともそんなできないしね、うん、地獄ですよ、はっきり言って、多分ね、想像、うん、うん、そんなの、だって、どこで働いたって、従業員になるってことはね、三角ピラミッドのあれですからね、三角ピラミッドですよ。だから、私いつも言って、もう全部の動画に入ってると思いますが、南へアシュタールレディオを聞いてほしいんですよね。南へアシュタールレディオのね、言ってることがね、やっぱりね、何もかもね、本当だと思うんですよ。で、1円もお金かかんないしね、本読みたかったらね、図書館で借りればいいんですよ。ね、1円もお金かからないので、かからないんですよ。図書館で借りればいいんですよ。で、あと動画、YouTube 動画なんでね、1円もお金かかりませんので、うん、1円もかかりません。はい。だからですからね、文字のやつもありますね。文字のやつもスクロールのもあるんですよ。うん、だからそれ見ていただくとね、病気の話とかもいっぱい出てきますんでね。うん。なんで他にもいろんな話出てきますんでね。支配者の話も出てきますからね。うん。そういうことなんですよ。うん。これね、これが届けばね、コメントでね、書いてもね、ちょっとね、うん、コメントっていうのはなんかね、私は好きじゃないのですからね、うん、やっぱりですね、うん、魂からね、そう思うんですよね、尊敬してるんですよ。たっちゃんをね、尊敬してる人はすごいいるんですよ。もういるんですよ、うん、たくさんいるの。で、どんどん増えるの。だから背伸びとか知らないし一発逆転もいらないんで、そのままでいいんですよ。何にもしなくていいんですよ。うん、そうなんですよ。うん、そうなんですよ。だから、うん、そういうことなんでございますよ。はい、私ごときがね、お前なんかっていうことでと思うんですけどね。あとなんか19歳のなんとかっていう方がなんか出てくるんですけど、それの方は知らないですけどもね、その方は見たことないので、うん、関係ないんですよ、関係ないんですよ、全然、全然関係ないんですよ。たっちゃん先生は素晴らしい方なんですよ、うん、よろしいですかね、これでなんか伝わったと思うんですよね、こう言葉じゃね、もう限界があるんですよ、言葉じゃないんですよ。言葉なんてね、何の意味もないんですよ、うん、言葉じゃないんですよ、テレパシーなんですよ。うん、でそれテレパシーとかね、そういう話ね、南へアシュタールレディオさん出てきますね、病気の話出てきますね、
そのままでいいんですよ。もう本当にそうなんですよ。で、通貨発行権なんですよ。で、これはね、もうね、もうちょっとか分かりませんけどね、絶対崩壊しますんで、絶対崩壊しますからね。頭のいい人ね、いくらでもいるんですよ。優生思想じゃなくてね、優生思想じゃなくて、本当にちょっとしたアイディアでね、世界は変わるわけでございます。で、どんどん変わってるわけでございますよ。だから、明治天皇すり替えからですね、ちょっとね、明治維新あたりからね、本当にそういうふうにされてるわけでございますよ。そのね、本に出てますんでね、野党本、南林太郎さんだけじゃなくてね、いろんな人が言ってますからね、出てますんでな、もう調べ始めたらね、もう一生あっても足りないですよ。ロスチャイルドについてね、ずっと研究してる人もいるし、フリーメイソン研究してる人もいるしね、イルミナティを研究してる人もいるしね、無理なんですよ。無理なんですよ。思考は現実化するだけをね、追求してる人もいるしね、フラットアースを調べてる人もいるしね、人間なんてね、何にも知らないんですよ。人間レベルではね、で、別に、知ってたから偉いとかそういうことでもないと思いますけどね。でもね、騙されてきてんですよ。思考の操作なんですよ。思考の操作なんですよ。モーツァルトの最後の曲がレプティリアンなんですよ。で、他にもいるんですよ。宇宙人っていうのはいっぱいいるんですよ。だから、スター・ウォーズっていうのは本当の話なんですね。これ、超次元ライブのですね、最初の方を見ていただければね。この人ね、嘘つかない人だと思いますからね。嘘をつく人じゃないですね。そういうの分かるので、この人が嘘だってちょっと大変ですね。大変ですね。たっちゃんの、嘘とか、そういうレベルじゃないんでね。チャンネル登録7万何人いますかね。そんなね、騙されないですよ、人ってね。私、騙されましたよ、たっちゃんにね。でも別にそれはね、さっき言ったように、最初に言ったようにね、全然、誰も傷つけてないしね、傷ついてないんで、面白いなと思う。だからね、一般女性の方がね、いっぱい嘘ついてるんで、全然問題ないと思いますよね。これね、誰か聞いていただけたらね、たっちゃんね、伝わったらいいなと思いますけどね、たっちゃんね、私ね、これからもね、何もしませんけどね、動画見るだけですけどね、すごい尊敬しております。どうもすいません。またね、たっちゃん先生ね、たっちゃん先生のね、話いっぱいしたんですけどね、本当素晴らしいなと思ってですね、本当、ショックでしたよ、私、初めて見たときね。本当、ショックですよ。もうね、本当にね、1億総詐欺師って言うんですから、1億総詐欺師って言葉があるんですよ。1億総詐欺師ですよ。みんな人を騙してね、お金取ろうとしてね。だからね、ホストとかね、FX とかやんないでほしいな。別に何もね、生活保護でもいいじゃないですか。私もそれになりたいですよ。なりたいですよ。自由だもん、本当にね。いいですよ。だからそれずーっと言い続けてきたんですよ。ねえ。それと、所有の概念ですよ。所有の概念。ね。この土地はなんであなたのものなんですかと。この土地はなんであなたのものなんですか。なんであなたにお金払わなくちゃいけないんですか。地球は誰のものなんですか。人間のものなんですか。違うんですよ。すべての、あとはもっと量子力学ってありますよね。量子力学ね。人間は水でできてるわけでございますね。水蒸気と氷と、水蒸気と氷と水は同じものですね。それもアシュタールさんの動画にいつもね、毎度毎度出てきますからね。で、すべてをこうですね、もうミクロのミクロのミクロのね、陽子とか電子とかね、分子とか原子とか、原子核とかね、素粒子とかね、そういうところまで分析していくとですね、すべて同じ存在かもしれないですよね。で、その結びつき方が違って、物質っていうものになるのかなって、こうね、私はずっと考えてるんですけどね。だからね、パソコンもね、このスマホもね、今スマホで録音してるんですよ。ちょっとね、いつもと違うんですよ。すみません。それでですね、だから全ての、もうね、何もかもね、
ミクロの、あそこまでね、量子力学的にね、紐理論とかそういうのもありますよね、分析していくとですね、同じ存在なのかもしれない、ね。だからワンネスっていう言葉があるんですよ。で、アシュタールさんに出てくるのは絶対無限の存在っていうのが出てきますけどね。それはですね、まあ、幻魔大戦なんかでまた違う言葉出てくるんですけどね、小説でね、平井和正先生のですね、すいません、ね、話があれですけど、まあ、そういうことなんでございますよ。だからですね、何の努力もいらないし、そのままでね、もう本当に、多くの方に愛されてると思うわけですよね。それが物申したいっていう。ちょっと録音させていただきましたね、ちょっとね。私ね、もう、私も本当にね、たっちゃんよりずっと年上ですからね。でもね、私はもう本当に、なんか、そんな関係ない、年とか関係ないですよ。19歳も何もないんですよ。何もないんですよ。いいんですよ。みんな人それぞれ違ってていいわけですよ。比べる必要ないんですよ。一発逆転なんて、おかしいなって思うんですよ。それ優生思想なんですよ。優生思想でもいいですけどね。人よりね、どうにかなりたいっていうかね、そんな必要ないと思うんですよ、私。それは物申したいですね。まあ、他にもね、いっぱい、今日はこのぐらいにですね、取らせてさせていただきました。まだまだね、キリがないんでね。はい。どうも、その16分も経っちゃいましたね。だってね、これからもね、動画を期待しておりますね。どうもすいません。どうもすいません。本当にごめんなさい。失礼します。